直開始。ちょっと今日は思考を変えて10秒将棋をやってみたいと思います。10秒将棋だと切れ負けしにくいのがまあ利点ですよね。1これ7連勝してんだ。1なんか最近はずっと3分切れ負けやってたんで、5アイフリ飛車なんか久しぶりですね。10秒将棋ね。あ、一回これ王様が取った。四間飛車っていうのはね、なかなか相振りでやると珍しい気もするんですけど。そうか、なるほど。これは浮き飛車にした方がいいか。まあこうですね。美濃囲いこれはまあ取っておくのかな。そっち。2 3うわー嫌な感じ。5まあこうですかね。ちょっと5五銀なのかな。1うわー嫌な感じ。3 4もうこうだ。6六銀はこれで受かってんじゃない。ああそう、でもここに取られちゃうのか。ああやばい。1 2 3。あ、でもちょっと待って、これそんなに長くないぞ。こうやってさ、同型に1こう回ったらどう。2 3 4 5。こっちないか。とりあえずここで相手に何か駒使わせるなりなんなり当てといて、銀ですか。2まあ相手に銀使わせたんで、あーでもちょっとまた角とか打たれちゃうのかな。あーなんか1 2 3。やばい、7連勝途切れちゃうかな。これは桂馬を逃げるかな。飛車取られるのは別にいいんで、ただこの上に1本の銀なんか無駄打ちされてたような気もするけど、3無駄打ちになってない可能性がな。あ、どうしよう。そうだ、なんか王様の逃げ場所が狭くなってますもんね。あとで2六歩とか圧迫するか。2六歩1四歩1五歩1何ねこれ。2 3 4 5。ちょっと意味がよくわからないんですけど、どうしよう。あ、そっか、そうそう、2六歩はなくなる。1はあ2 3。これはどういう意味なんだろう。5 6。なんとなくこういうことやりたいんだよな。とりあえず3三の桂馬を狙うっていうのはね、これなんか相振りだとよくありますよね。金上がりですか。2 3。まあ、一発割り打ち。割り打ちの銀。この辺、ね、この声をちょっと出したく。うわ、同玉。2 3。これはもうこうです。確実にこれは得になる手ですからね。桂馬取って強者取れば勝ちでしょ。こちらまだ美濃囲いで結構硬いですからね。これは同角もあるのかな。6 7 8。ここに来ても別に桂馬打ちは6六飛車でしょ。6五馬は無視でいい。8つなり、1 2。これね、ちょっと嫌な感じもしますけど、5 6 7。普通にこれですね。また7五銀なのか。1 2 3 4 5 6 7。この銀で取られるって同角は、あーでもやっぱり飛車取られるからいろいろ攻め手が。1 2 3 4 5 6。まあ8九飛車とかやるんでしょうね、きっとね。8九飛車がちょっと怖いか。あ、ここに打つんだ。1 2 3 4 5 6 7。ちょっとそっぽに行っちゃってる感じもしますね。次に攻める手がどっから行くべきなのか、一回受けたいかな。あ、これは狙いはあるのかな。3 4 5 6。そこふ、そこふやるとね、負ける。そこふのね、勝率が悪いんですよね。
そう、香車取れないのか、角が効いてるから、うん、1、これは2、3、4、5、6、7、8、いけましょう。あった、これ10分で終わるかな、これ。あ、そっかそっか、金余分に取られちゃうのか、そうだとか。あー、そうですね。2、3、でもそっぽに行ったんで、金寄ろ、次はもう銀打って引いてるのか、うん、なんか、なんかなんとかなりそうですね、これね。これは同金でよくね、特に特に次の狙いがないような気がするんですよね。1、2、3、4、5、6、これ金打てば角が取れちゃうっていうね。でも金残したいから温存しとこう。これでも金は一応取れますね、これね。まあ、金打ち込んできても特にそれは厳しくはない。てか角が行き場所がまあ4八金ぐらいですかね。1、2、3、4、5、6、こういう手をやりたいんですよね。これダメかな。1、2、3、4、5、6、これ結構硬いですよ。銀2枚の美濃囲いも結構硬いですよ、これね。この美濃囲い崩しの4八銀みたいな手がなくなってますからね。あー、なるほど、なるほどね、なるほどり。しかしこれ角落ちた。おー、1、2、3、4、5、そこで6、7、8、あれ待って、金打ちで、あー、そっかそっか、それダメか。まあでも勝ちっぽい感じはしますけどね。これ取って2にしちゃうって合駒に6二金だと逃げられちゃうのか。あれ、相手がなんか止まっちゃってますね。何やってんの、これ通信不良かな。あった、お前の勝ちだ。そうでしょ、勝ちですよね、これは勝ちですよね。まあ同玉と取るんですけど、飛車打って7二飛車ですか、7二飛車と打って4一玉に3二金みたいな感じで詰みですからね。ありがとうございました。久しぶりの10秒将棋ね、勝利することができましたね。ありがとうございました。